明治チョコレートで作る柿チョコ氷。用意するものはこちら。容器にチョコレートを割り入れ、牛乳を注ぎ、電子レンジ600ワットで1分間加熱する。チョコレートが溶けるまで混ぜたら、ヨーグルトを加え、さらに混ぜる。水を入れ、3分間よく混ぜ、製氷カップに移して、冷凍庫で4時間以上凍らせる。かき氷機で削れば完成。